懐かしい給食のメニューまとめてみた。 ABC スープ、アルファベットで文字を作って遊んでいた。八宝菜、毎回卵の取り合いになった。おでん、汁が少ないけど美味しい。豚汁、冬に出ると神。肉団子と春雨のスープ、この2つの組み合わせは最高。冷凍みかん、一気食いして死ぬ人が出る。七夕ゼリー、七夕メニューは全部美味しかった。フルーツポンチ、みんな大好き大人気デザート。きなこ揚げパン、牛乳との組み合わせが絶妙。ミルメイク、蓋を集めてる人がいた。粉状のものもある。いちごジャム、手がベトベトになって洗いに行っていた。カレー、給食がカレーの時、家でもカレーのことが多かった。ラーメン、麺が多いので半分に分けて入れていた。クジラの竜田揚げ、個人的には好きだが苦手な人も多い。揚げ餃子、パリパリで美味しいがたまに口の中に刺さる。ロングウィンナー、パンに挟んで食べる。下ネタ好きの男子たちはチンチンと呼んでいた。